ナミビアのナミブ砂漠砂漠化とは、もともと植生に覆われた土地が不毛地になっていく現象を言う。また、ここでいう砂漠は、植物の生育や農業に適さない土地といった意味が強く、必ずしも乾燥した地域を意味する砂漠気候の砂漠を意味しない。雨が極端に多いために、 表面土壌が流されて植物が育たなくなったり、適度な雨や冠水、遺流切りなどの水分の供給があっても、流砂や低温、塩化により、砂漠化してしまうことがある。乾燥体の移動など、気候の変化による、自然現象としての砂漠化もあるが、今日問題となっている、砂漠化の多くは、人類活動によって引き起こされたものである。 人為的な大規模な農耕の末にひとたび砂漠化した地域は気候の変化、土壌流出など地表の構造が崩れることから植生の復活が困難になる例が多い。砂漠化した土地に緑の植生を取り戻す活動を緑化という。またもともと砂漠であった土地の緑化は砂漠緑化という。ただし砂漠緑化の失敗を指して砂漠化とは通常は呼ばない。 縮小する、チャドコ。1960年代から2000年にかけて、湖の面積の94%が失われた。砂漠化の過程は砂漠化が進行している地域によって、それぞれ異なるが、主なものとして、土壌流出、遠征化、飛騨がある。世界の砂漠化危険度マップ中東、特にメソポタミアは、農業が始められた。 最初の文明が起きた地域と言われている。ここは緑に豊かで土壌が肥えていたが、過度な農業活動により土壌が乾いていったことと、川の上流にあった森林の伐採によって上流に、降った雨が一気に川に流れ込むことにより、洪水が発生し、下流の氷土を流し去った。また、灌えによって氷土の遠征化を招いた。さらには、上流から、 アルカリ性の土砂が流れ込むことにより植物の生育には向かなくなった。同様のプロセスはエジプトやインダス下流域でも起きている。インダス下流域に発達したインダス文明はメソポタミア文明との交流が強く同様の農業活動を行ったと思われる。森林は焼きレンガを作るために伐採された。農耕地帯ではしばしば土壌の維持や再生の理解を無視した。 大規模な農地開発が行われ、結果的に砂漠化を招いた例がある。モザンビークの砂漠化は砂嵐などによる砂丘での砂の移動によって悪化しており、環境上の特徴や地球温暖化を含む気候変動など複数の要因によって砂漠化が加速している。ありがとうございます。